踊り狂うシャーマンが観客の中に転がり込む。キャー！うお！顔が貝殻に覆われた状態で手には剣が握られている。あのままでは危ない。拙僧の名前はつくも宗氏。日本よりも暖かいこの国は毎日が洗濯日和だな。世界中の死生観を勉強する僧侶だ。私は普段個人と遺族のお別れを支える仕事をしている。これよりお経をあげさせていただきます。やべ、 LINE 返さないと。こら、おじいちゃんのお葬式中よ。しかし昨今葬儀は簡略化縮小化の一途をたどる。不要と考える人すら増えているのが事実。変わる時代の価値観を前に死に携わる者として歯がゆさを感じる。うん、今終わったよ。飲んでんの？行く行く。はぁ、せめて今日くらいは死をたっ飛んでもいいのではないだろうか。このままではいけない。私に何かできないか、そう考える日々だ。その時に世界の死のあり方はどうなっているのか、それが気になり私は旅に出ることにした。こんな暑い中そんな服着てバカだろ。タクシー安いよ、乗りな。バカ。今回訪れたのはアフリカはナイジェリアの隣国ベナン共和国だ。ベナンは17世紀から19世紀に奴隷海岸と呼ばれ奴隷貿易が盛んだった国だ。先祖は大層苦労したらしいが今は逆に治安がいい。安心してトリップするといいよ。はい。狭すぎて息苦しい。この乗り合いタクシーもアフリカならではだ。そして現地でガイドをしてくれる手はずの方と合流。こんにちは、私リカちゃん。ご指名ありがとう。ご指名、なんか陰微な響き。ちなみにこれはカエラズモン、輸出される黒人奴隷を思って作られたモニュメント。なるほど、この国の文化的背景を忘れないために作られたのだな。今回の目的地でもある場所だ。私が今回見に来たのは毎年1月10日に開催されるエグングンと呼ばれる儀式。そういえばつくもはこの国の宗教ブードゥー教は知ってる？名前くらいは。アフリカの民間信仰とキリスト教の集合したもので精霊を崇拝するの。そして死者を尊ぶのよ。座学より実際見てみましょう。そして人だかりの方へ行くともう儀式は始まっていた。あれはブードゥー教には生贄文化があってヤギを生贄に捧げてるの。この行為によってシャーマンに神が宿るの。そして先祖と現世を繋いでくれるのよ。先祖と現世、なるほど。日本でいうお盆の行事みたいなものか。おぞましくもある光景。いや、これがこの国のあるべき姿なのか。神が乗り移り狂ったように踊ったかと思うと、うおー、急に人が倒れたではないか。何が起きたんだ。そういうパフォーマンス、日本でいう一人相撲と一緒。とにかくこれで精霊が宿りましたと。なるほど、儀式の決まりというわけか。広場でひとしきりの歌や踊りが終わると人々が一斉に動き出す。え、もう終わりなのか。違うわよ、アンポンタン、会場を映すのよ。ついてきな。しっかり捕まってなよ。これスピード違反じゃ。周囲を見れば二人乗りするバイクの大群。ベナンでは当たり前の光景なのだろう。移動した先で儀式の本番が開かれるという。あれが精霊エグングン、先祖と現世をつなぐ神様。独特の格好だな。エグングンと目が合うと不吉とされている。だから貝殻のベールで顔を覆っているのよ。そして音楽に合わせて激しく踊るエグングン。しかしあのベールのせいで視界はゼロのはず。はっ、いや、剣を振り回して危なくないのか。危ないのよ、だからサポート役がいるでしょ。なるほど。エグングンの後ろをついて回る男性はどうやら彼らの目の役割を果たしているらしい。だが一体のエグングンが観客の中に乱入。キャッ、いやー、おーと、危ないところだったな。あの子アルビノだね、珍しい。私はてっきり白人の観光客だと思ったら現地の黒人系の女性のようだ。色素の問題で生まれつき肌が白いアルビノ、実際に会うのは初めてだ。この辺りじゃお目にかからないけど東アフリカの方にはアルビノが多いの。狙われることが多いから身を隠さないと生活できないみたいだけど。狙われる？なぜだ？アルビノには特別な力があると信じられているのよ。アルビノを魔術の道具として使うため腕を切り落とされたり。そんなひどいことが。祭りの喧騒に紛れてアルビノの女性は姿を消していたが、そんなひどいことが現世にあるのか。気がつけば儀式は終了。はい、これで終わり。踊りは気味悪いけどこの日は先祖と巡り合えた気がしてなんだか嬉しいの。そういうものなのか。死者を忘れない日があるのはいいな。じゃあホテルまで送るよ、またがりな。ありがとう。けど少し気になることが。私は自然とアルビノの女性を探していた。話をしてみたいと思ったからだ。しかし次の瞬間、キャッ、おっと、なんと祭りの会場から飛び出したエグングンが市中に踊り出て暴走を始めたのだ。エグングンは剣を振り回して駆け回っている。ひょー、なんでこんなことが。嫌な予感がする。ここから離れよう。ええ。表通りを避け路地に入った。それは本当に偶然だった。
なんとあの時のアルビノの女性がそこにいたのだ。いやー、助けてー。何よこれ。おい、ちょっと待ちなさい。今まさに腕を切り落とそうという瞬間だ。この時ガッテンが入った。表で騒ぎを起こしているのはグルで、このアルビノ狩りを起こすために人目を引きつけているんだ。その人を離せ、下道が。つくもよせ。し、私はとっさに男に向かって飛びかかっていた。相手は大きな剣を持っていたが、そんなことは関係ない。離せアジアン。早く表へ。リカ逃がせ。死ぬなつくも。とにかく剣を封じる今できるのはこれだけだ。しかし通りに別のエグン軍が戻ってきたのだ。うわぁ、逃がさねえぜ。危ない。その時盾になったリカちゃんの腕が跳ねた。その光景を見るや怒りが吹き出る。ふざけるな。ぐわ、命を舐めるな。はあ、なんだてめえ。怒髪点をつくほどの時が拳を固めさせた。仏だってエンマだってお前らみたいなゲスは許さない。成敗だ。うわ、武道の心得があってよかった。俺の拳は奴の正中線を捉えた。そして駆けつけた現地男性たちの手で男たちは取り押さえられた。リカちゃん大丈夫か。うう、つくもごめんね。これはこの国の汚いところ、見せたくなかった。こんな国じゃないの。幻滅しないで。するもんか。こんな勇気ある女性がいる。素晴らしい国だ。だがそこでリカちゃんの意識は脱落した。すぐさま医療機関に運び治療。うん、ごめんね。もうバイクは乗れないけど命は助かった。助けてくれてありがとう。無事ならいいんだよ。アルビノの女性もリカもなんとか死なずに済んだようだ。そうだ、あの犯人だが、あれはエグン軍の姿を真似して容姿を隠すカモフラージュだったらしい。この祭りにあんな悪逆なことをする人はいないよ。そうか、死者を思う儀式で人死になどあっていいわけがないもんな。そうして私はリカと別れを告げた。ベナンは比較的治安がいいと聞いていたが、今回のような事件もある。死者を思う日にあのような強行、人の思いは一枚岩ではない。複雑な心を抱えたままの帰郷となった。Mind, soul, body, that be my holy trinity. Move like running water, flowing so fluidically. If it ain't broke, then don't bother fixing it. Focus on the importance of life, daily missions, kid. No fear, it prohibits all progression. For fear is just one factor in this life.